世界史発信、自動放送で英語術。講師の竹松智子です。And I'm produced with text-to-speech voices. 鉄道の自動放送を素材に、英語表現を学んでいきましょう。では、今日の放送です。For station, there are no station attendants present. We kindly ask that you please exit using the door at the front of the train, for fare payment, or fare adjustment. 江南鉄道は2000放送の、無人駅での降車方法に関する放送です。それでは、問題を解いてみましょう。まずは大まかに文構造を把握していきましょう。ウィーの前にカンマがついていることから、フォーが導く前置宿波プレゼントまでと解釈できます。とすると、ゼアからの分波直前のステーションを修飾する形容詞節と解することができます。形容詞節波関係詞によって導かれる語ですから、青波消えます。節内波完全分で欠落部分が見られませんので関係代名詞であるフームとフィッチ波消えます。したがって答え波、完全分の形容詞節を導くことができる、緑のフェアでした。それでは、文の内容を確認していきましょう。For stations where there are no station attendants present, we kindly ask that you please exit using the door at the front of the train, for fare payment, or fare adjustment. For stations ある特定の駅へは、どのような駅かというと Where there are no station attendants present 駅員がそこに常駐していない駅です。そして、そのような駅で求められているのは Exit using the door at the front of the train つまり一番前のドアから降車することです。その目的は For fare paymentOr fair adjustment. 公平な支払い、あるいは精算です。それでは、文構造を確認しましょう。文頭の方波分修飾の複式を導く前置詞で、何々の場合は、と訳される関連の用法と解することができます。この前置詞の目的語であるステーションズを関係副詞節が修飾しています。ここで、修飾語についての学習をしましょう。名詞を修飾する句あるいは節の場合、元の形から本来非修飾語句が入っているべき箇所が欠落します。関係詞も同様です。次に、関係代名詞と関係副詞についてです。フォークを関係代名詞を使うとこのような文ができます。先行詞、すなわち非修飾語派ステーションズで、関係代名詞部詞内において派本来述語同士修飾の副詞句を導く前置詞アットの目的語として働いていたものです。このような場合、残留した前置詞派関係代名詞の後ろに持ってくることができます。そして、このようにできた前置詞プラス関係代名詞派関係副詞に置き換えることができるのです。前置詞派修飾語句ですからなくなっても文法上派障害派ありません。このことから関係副詞節内派完全文と言われるのです。話を放送文に戻しましょう。関係副詞節内の文派存在構文です。副詞で派文頭に繰り出され統治されている形となっています。プレゼント派叙述用法の形容詞です。本来派法として働く形容詞ですが、このようなことで後置修飾となっています。主節の主語派、カインドリー派述語同士修飾の副詞でアスクが述語同士、ザット節派名詞節でアスクの目的語です。ザットの主語派ユーでプリーズ派述語同士修飾の副詞、述語同士がエグジットで、ユージングからの句派分子構文です。分子とは動詞が形容詞ないし派副詞として働く時の形です。一般に副詞として働く時に分子構文と呼ばれます。分子構文派大体接続助詞の、で、補って訳せばわかりやすいでしょう。この場合派、とはを使って、です。文末の二つの名詞派どちらも前置詞法の目的語で、同意接続詞はによって接続されています。何々のためにと訳される目的の用法です。それでは、放送を通しで聞いてみましょう。本日は、江南鉄道、大網線をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は、ワンマン列車になっておりますので、係員のいない駅で降りの際には、一番前のドアをご利用くださいますよう、皆様のご協力を、お願いいたします。また、車内での携帯電話は、ご遠慮くださるよう、お願いいたします。Thank you for using the Conan Railway Awani line today. This is a one-man train, the train operator is the only staff on board. For stations where there are no station attendants present,We kindly ask that you please exit, using the door at the front of the train, for fare payment, or fare adjustment. We also ask that you please refrain from using your mobile phone, while inside the train. いかがでしたか? ではまた。